皆さんこんばんは、アウェイクです。テンション低いなちょっとかっこいい、かっこいいアウェイクだ。この度、はいビジュナイトフェス、はい、スペシャルエディションボリューム3に向けて第一関門皇居マラソン、第二関門高尾山登山とね、自分たちにいろいろな試練を課して、まあ20日までにね、渋谷オーイーストにふさわしいバンドになろうと思ってね、やってきたわけですが、いかんせんね、ちょっと体力だけあればいいんじゃねえかみたいな風に思ってる節はなかったかなと要はここやな、ここ。そう、自分自身ね、ちょっとイーストね、向けてね、やるって決めたのに何かから逃げてたんじゃねえかなっていうことを思い立ってね、本当は今日、まあ、みんなで筋力トレーニングを、うん、あのしようとね、スポーティーやと思ってたんですけど、うん、いや、イーストにふさわしい男は、うん、体力だけじゃねえ、じゃねえ、ここの出来が違え、そう、体力だけじゃねえ、顔だけじゃねえと思って、じゃあ俺たちの一体ね何を、なんつうのかな、鍛えれば、最後、渋谷オーイースト20日の日をね、心置きなく迎えられるのかって考えた時に、それは、学力だここだねというわけでね、今回、3つ目のね、試練として、みんなも忘れちゃったんじゃないかなっていう若き日、まあ小学生から中学生ぐらいまでの、学力テストをね、やってみようと思います。はい、大変だ。さあ、アウェイク、これはなんかわかんないね、どうなるか。学力だね、アウェイクはね、ただギャーギャー言ってバカなんじゃないかなと思ってるやついると思うんだよ、見てる人に。それはね、正解正解かいしかしね、しかしもう俺たちもやっぱ今年7周年、はい、そんなことは言わせないぞということでね、でちょっと、学力テストでみんなにね、いや、アウェイクちょっともしかしたら夏休みの宿題とか手伝ってもらえてんじゃねっていう風にね、ちょっとやってみようと思うんで、早速ね、問題に答えていこうと思う。それでは行ってみよう、アウェイク対抗学力テスト頑張るぞ。あではまず、はい、1次元目、国語。うわー、どうも、来ました。まあ国語はね、まあ俺に任しときってことなんで、それではね、ちょっと今日マネージャーにね、はい、出題してもらおうと思う。ちなみに、アウェイクのね、はい、マネージャーは、まあ、男性、女性いるんですけれども、はい、今日はね、やっぱりね、学力テストといえば、男よりね、助教師ってことでね、はい、変な風に思わないでほしい。大丈夫、はい、何もないっす、何もないっす国語やべえな、みんながね疑うようなねことはね何もないです、僕はみんな僕は見て、こうやって見てたらさ、俺だけめちゃくちゃちっちゃいかわいい、頭から角ででかい、いやでもどうせ直すなんでね、あれだよ、可愛いとか言ってるけど、どうせこう撮り終わったら可愛く言うんだよと思って心の声なんかあるかな、今なんかあるかな、食べちゃうんだね、国語か、いやこれなんかどんな感じだろうね、漢字とか出たらやべえな、マジ当て字しか書けられない、最近携帯ばっかみんな使ってるから、よろしくとか出たらいいよろしく、こんな違う方じゃない昼はね、夜の梅雨の乳首で、よろ乳首乳首だよろしく出る、そういうのは漢字で書けんの、そういうのは漢字で強そうさすがっす、全国制覇とかででは第1問、デュデン、はい、これはわかるでしょ、さすがに、あ、ね、これ何を書けばいいの、あ、じゃあこれも口頭で答えよ、今画面に問題見したから、今わかるよね、読めばいいんだよね、そう、はい、せーの、砂糖を加える、当たり、はい、イエーイ、じゃあ問題です、ででん、これはね、これわかんなかったらね、俺も一発わかる、じゃあ俺が行く、お、はい、うん、教科書に名前を
当たりー。ヒロさん正解。よっしゃ、じゃあヒロヤが2番目いくぜ。なんでみんなわかんの。はい、ヒロヤさん正解。しゃーい。ゆうくん、いける。うん、俺ちょっと自信あり。俺全く自信ないで。あ、じゃあ俺から直すから行く。自信も何も分かってない。当たり、直太さん当たり。当たっす。さあ、ゆうくん、ゆうくん答えは。これは大きい声でどうぞ。教科書に名前を、うん、記す。正解。おーおー、今ちょっと綺麗でしたね。これ分かんなかったらさ、これ分かんなかったらドラマ大丈夫かって。やばいやばいやばい。キスかなって最初。キスってだね。きっとそれは引っ掛けだな。やばいよ、教科書に名前をキスって。こっからじゃね、ちょっと書き取りに入っていこうと思います。俺も漢字に関してはもうね、半端ないからマジで。俺か関係初段だから。初段。すごい。強すぎだね。そうです。関係初段だから。そもそも僕外人なんでね。あ、そっち。うん、ちょっとあまりね。うん。よーし。今回は。じゃあ行きまーす。はい。はい、分かっちゃった。分かっちゃった。貨物列車。うん、貨物列車。みんなもここ考えよう。はい。貨物っていうのは？貨物うちら得意じゃんよ。だってさ、あれじゃん。貨物。しゃ。書いたぜ。よし。じゃあ僕から見せようか。正解。ちょっと待って。これはなんか分かりやすい。はい、エルさん正解。よっしゃー。じゃあ俺が言うぜ。あ、はい。これだ。はい、ヒデさん正解。イエーイ。これ？これこれ？はい、ゆきさん正解。やっと。イエーイ。さあ、これ自信あります。お願いします。さすがです。はい、よっしゃー、みんな正解。一応見て、一回一応見せよ。正解は、これはもう全問正解だね。全問正解。なんたって、だってね、貨物列車です。そうだよ。最初、レンって書いて。レン。貨物列車。貨物列車。貨物列車。すごい荷物いっぱい来るみたいな。貨物列車。それおかしいな。2問目、2問目。はい、じゃあ2問目いきまーす。はい、うわっ、なんでしょう。なんかうわぁ、うわぁ、いけっかな。ちょっと待って、なんか雰囲気はわかるよね。雰囲気は何もわかんない。雰囲気はわかんないけども、かんってどういう字。それが問題です。やべ、はい、字がわかんねえ。はい、はい、正解ですか。違う？これどれ？5がちょっと惜しい。え？あ、分かった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 。分かんない。え、見て。これです。それを見ても分かんないよ、俺は。ナートさんも惜しい。惜しい。分かった。俺分かったよ。マジ分かった分かった分かった。これ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 。あれか。おらー、お前見ただろ。見た。いや、隣で隣で。行くぜ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 。はい。あ、こっち、はいはい。何？合ってる合ってる合ってる。はい、見て。何？ひらさん正解。しゃい。いや、絶対見たカンニングだから。だって同じ間違いするわけだから。そうだよ。同じ間違いじゃない。あ、マジ？え、何が違うの？え、カンが分かんない。え？カン当てね。え、え、待って、これもナートさんね、カンが違う。カン、一歩多いね。あ雰囲気雰囲気。ナオちゃん、毛が欲しいからって。立ち技でこれマジ毛だよ。これ毛だよ。毛だよ、毛。待って、一人ね、もうね、何も分かってないのが。書いてみて、一応書いてみて。カン、カンはこれでしょ。はい、カン。5は何？これね、意外と今までやった試練の中で一番ね、アウェイ苦戦してたの。5って何？5って。看護の5は5。数字5じゃない？
数字の5。わあもう分かっちゃった分かっちゃった。もう半減だよこれ。いけるいける。これ違う。思ったまんまいった方がいい。ていうかこれはなんかこれひげ生えたみたいな雰囲気だよねこのね。答えは新潟の方みたいな。これしか分かんない。流れで。いけいけ。5。市は。市は。市はどういう市？美容師とか。これ生態。なんとか市。なんとか市。かんなんとか市。かんなんとか市。反応なんとか市。なんとか市。エルちゃん。エルちゃんだ。かなんとか市。だって分かんないよ。出ないよ。ゆき市早く。ゆき市早く。行こう行こう。うん。来た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 。どうぞ。ゆくんの看護師は看護師で。初めて見たわ。これ看護師。どこかの地域になってる。感しか分かってない。どこの地域？じゃあ次の問題を。はい。次の問題。ラストです。難しい。次の問題。ティリン。何でしょうか。干潮の海。うわあ。なんだっけな。分かった分かった分かった。あ、止まった。あ、分かった。はい。あ、待って。看護師の答え出してないんだけど大丈夫？いや、俺これはね、この字が好きですから。あ、ゆきさん当たり。当たり。そうじゃない。この字が好きだから分かる。それで男の子みんなこの字好きだから分かる。みんなバッて出す。当たり。はい当たり。このね俺もこの超ってじゃ好きだから俺も見えてる見えてる。はい当たった。はいひらさん正解。イエーイ。はいしゃ。はいはいなとさん。はい今回は俺一番だからね。ほら、ゆうくんやっぱりやらしい言葉考えてる。違う。もう一個の違う。ゆうくんで感が分かんなかったね。これは得意だけど。感が。おでも俺ね満潮の方が好きなんだよ。続いての授業。はい。これから世の中に出ている有名な作品のねタイトルをマネージャーが読みます。はい。そしたら分かった人からそれを口頭でその作者を答えていくという。よろしいですか。 OK。 はい。じゃあねやっていきましょうか。はい。そう作品をマネージャーが発表するその作者を分かった人から答える。はい。よしお願いします。はい。1問目ぼっちゃん。はい。はい。はい。失礼します。はい、正解。あざっす。上がった。はい。はい、エルさん。違います。なんて言ったの。はい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 、俺がなんて言ったか。なんて言ったの。いや、ぼっちゃんって言うから、はい、セックスマシンガンじゃん。それはあんちゃんだろっやべえ。受け狙いになって。いや、わかんなんだあれ。正解はせーの。お札の人です、ヒント。せーの。夏目漱石。はい、正解。マジかよ。俺超張り切っちゃったよ。ちょっとセックスマシンガンで。それはあんちゃんだろっつって。もうちょっと聞こえた時受けたけど。なんでセックスマシンガン。じゃあ次の問題です。はい。羅生門。羅生門。はい。ああ分かった。違います。はずれ。ゆきさん。これ難しい。はずれ。ちゃん。羅生門俺やったぞ。誰だっけ。でも答えた方がいいね。はい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 、なおたさん。はい、違います。全然わかるよ。いや分かってんだよ俺。あここはお願いします。ラショウモン。ありがとう。お願いします。ラショウモン。エルさん外れ。うわーダメだこれ。どうしよう。いや絶対分かってんだよ。ヒントいりますか。お願いします。あ、そうっす。最初の文字は最初の文字じゃなくて、作家さんのなんとか賞っていう賞の名前にまでなってます。わかりました。すみません。
よっしゃー、わかった。はい、エルさん。何？はい、違う。何？なんてこと。え、なんだろう。え、わかったわかった。あれ名前もあるんだよね。言えば。その人の名字の章がある。有名。あ、そう、わかるけど、名前がわからない。そう。誰？めっちゃ長い名字。あ、わかった。名字も名前も長い。あ、ゆきさん正解。やったー。なんか名字、あ、なんかその章の名前わかるんだけど、名前がわからない。え、俺ね、今ね、2個言ったのは、うん、直木賞とあるね、賞、うん、あと、なんつうけさっき俺何なんか1個さ、なんか言ってた。松岡賞繋がっちゃってる、名前と。俺なんか最初から夏目漱石って言ったら違う。ラ賞もわかるのに。これね、言われたら分かる。じゃあね、正解をお願いします。お願いします。せーの、はい、芥川龍之介。イエーイ。なんだ、俺もね、完全に松尾芭蕉だと。まず松尾芭蕉って作家じゃないよな。芥川か。そかそか、これちょっと良かった今ね。じゃあラストの問題です。はい、ラスト。走れメロス。うわ、すごい懐かしい。でメロスじゃないの？違うか。僕です。あ、違う、俺ね、多分走るエロスだ。エロスはちょっと友達じゃん。作品が違う。え、メロスの作者って外人？いや、日本人。いや、なんだっけな、すげえ好きだったな。さっきね、答えた中にね、いたよ。そうなの。いる。僕ですか？あ、違います。え？さっきいたのね。さっき言った中にね、いたの。はい。はい、どうぞ。違います。あーちゃん。はい。松尾芭蕉。違います。さっき言った。俺とヒデさんが言ったやつかもしれないってことだよね。うん。え、じゃあ俺一回行くね。俺が行くね、じゃあ。違います。あ、さっき言った。あ、言ってないかな。さっき言ったやつ。え、さっき言ったやつ。いつ言ったやつ。一個前だね。走れ。夏目漱石。違う。脱税訴訟じゃん。ラショーモン。え、嘘。芥川龍之介。違う。ごちゃごちゃ。宮沢賢治。違います。またよし。言ってこう。なんだろう。でも有名な人なんだよ、あれは。大した。走れ。ヒント。はい。6文字。あ、ダメだ。7だったこれ。福井祐希じゃない。違う。走れメロス。もう走れメロスが6文字だからね。本当だ。なんだろう。誰？最初の文字言ったらもう分かっちゃう。最後の文字。ぬ。え？ぬ。ぬなんとかく。ぬ。ぬ。つとむ。ムじゃないよね。やべ、武藤敬司しか出てこない。最後の文字でしょ。つとむ。む？む？おさむ。それ系だよ。あー！いいよ。完全に。当たり。よっしゃー。え、違うの？アヒラさん当たり。イエーイ。やったー。え、そうなの？あ、メロスってそうだったんだね。全然ね、メロス書いたっぽくない。あるね、ヒント、これもうヒント、これなんとかを角わかんない。角はね、ヒントだね。最初がわかんない。なんであの、なんか違う作品のやつで有名じゃん。え、あ、でもそうなの、もう一個あんだよね。ある、角のヒント。あるでも俺それ分かってても名前が出てこない。おさむちゃん、スノじゃないよ。スノでしょ。あれ神じゃない。あれスノでしょ。あれ神じゃない。あれスノだよ。じゃあ2人からお願いします。正解。せーの、太宰治。あ、そっか、太宰。俺間違えてたわ。太宰。俺手塚治虫つってたよ。今 OK もらったのに。アトムや、アトム。太宰か。間違え。俺間違えてたわ。ダメや。だからね、それでね、ヒントがね、ヒントこれ、ほら、アトムとか言ってこれ、アトム、角じゃないからね。あ、そういうことね。あ、それでね。全然違ったわ。いや、まあ、それはそれで。なんかごちゃごちゃ。やべえな、俺。じゃあ、次の授業行きましょうか。はい。
音楽。イエーイ。僕たちやっぱりね、ミュージシャンだからね。ね。まあ僕ボーカリスト。なおちゃんは？ギタリスト。ゆうくんは？ドラマ。ひろいは？ベーシスト。だからやっぱりね、音楽の問題なんていうのは、まあ、朝飯前に答えられないとやっぱおかしい。ね、これやっぱ答えられなかったらやっぱね、言いそうにやらない。やばい。うん。やばいぞ。まあ、ここはね、ミュージシャンとして俺たちはね、本物だっていうことを。みんなにやっぱ伝えていきたいから、はい、ちょっとここは気合い入れてね、はい、もう今日一度ね、うん、あの脳みその見せ所だから頑張っていこう。今からマネージャーからね、はい、記号が出題されます、はい、その記号の意味を答える意味意味、はい、名前とね、その記号の名前と意味を答える。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。なんかね、僕たちのことをバカにしてるのかみたいな問題ですね。あれはね、やばいですね、はい。僕たちもう何年バケてると思ってんだっていうね。はい、もうここはね、答えられる当然というか。でも俺ね、ぶっちゃけこれも後で切るけど、クレッシェンド出てきたら超えられない壁って言っちゃうかもしれない意味意味がブレスの一種がさ、なんかやったよみたいなやったっつって1問目てるん。いや、それはもうね、あれよ、わかるよ。いいだな、いい。そうあれ、丸バツゲームでよく使うやつ。オセロのあれね。よし、じゃあ分かったよ。はい、はい、じゃあ、はい、俺からエグゼイ。名前は、はい、アタリ。イエーイ。はい、はい、はい、ちょっと怖いな。シャーシャー、はい、よかった。シャープ何言ってるか分かんなかったけど、シャープはい、シャープ、はい、意味はハンをあげる。正解、これ全員正解だね。これは簡単です。これよく見るね。じゃあ、次、はい、あ、わかった。 MPMP3 じゃないかな。あれ何だったっけな、意味があれだな。お、意味も俺もわかんねえな。そこめっちゃ名前かっこいいよね。はいはい、うん、俺行くわ。はい、ひらさん、もう全然行こう。あ、意味はあたり。わかった、やったー、わかったわかったわかった。さあ、絶対やってるからもう言っちゃう俺。違う、あたりって言ってたけど違う。え、何、ヒロ今さ、マウントポジションまたがって殴るって言った？いや、何？ MP パンチ、うん、あ、違う、あ、わかった、待って、違う、あれ、嘘、もう俺いいや。え、わかんねえ。俺も静かにしてるよ。名前はわかる。名称は、名称は合ってる、合ってる、合ってる。みんな多分名称はわかる。じゃあ名称どうぞ。せーの、メゾピアノ。はい、じゃあ意味を答えてください。はい、意味です。メゾピアノ、うん、分分かる。俺絶対マウントポジションだと思う。またがって引っ張ってくる音楽の授業こうやってなって、こうやって脅かすなよペン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 ってそれが思ったケチャみたいなね、直すっつってこうやって音を奏でるんだよ、ペシ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 っていうマウントポジションではない。楽譜で、え、逆の意味だもん。ゆうきゅん教えてほしい。俺もね、いまいち分かってない。分かってねえのかよ。なになに、でもあれでしょ、優しめに小さめに弾くみたいな、ピアノで言ったらね。どう、答えは少し弱く。そう、あー、じゃあ正解じゃないかな。あー、優しい感覚だよ、わかる。じゃあ俺と違ったんじゃない、ちょっとじゃあ俺はね、マウントポジション激しく叩くから。じゃあピアノなのに。はいよー、はい、はい、あ、これは、え、なんだっけな、名前と、これ何、これ、あれはわかる、これ俺だわこれ俺だわ。歌ってほしいな。あ、分かった、はい、歌わないで、歌わないでよ。え、違うの、歌わないで。じゃあ名前が分かんない。歌わないで。え、これ歌わない、あれだよね、 FF FF、 ファイナルファンタジーしか分かんないね。いや、だから俺だってんだよ。これだから、なんか分かっ、あの、FF です、ね、なんとなく分かる。え、言ってみて、あの、フォルテシモで、はい、で、正解、あの、全部そこを強く歌う、聴く。まあ正解です、まあ、はい、フォルテッシモ、とても強く、うん、え、それ一つだとなんて読むの、フォルテ、フォルテ、あ、そうか。で、MF で
です。ネゾフォルテ。だったらさ、だったら FS にしてほしいよね。でもこれ見たことあんのが、うん、吹奏楽でやってた時、うん、これが5個あった。え？超強い。ドンみたいな。そう。バーン。ピンバルとかだったら割れってこと？いやでもね、ドラ？ドラね、そのマークで言うと思いっきりバーン。チタ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 。バーン。何ラスト問題。はい。ラスト。それだよそれ。問題はなんだそれ。何それ。ラストにやばいの人だ。意味は意味はわかる。意味はわかるけど、これの読み方がなんだっけなって。え、それ何読み方。上から読んでも下から読んでも B だよ回してもね。そう、ぐるぐる回してもずっと小文字の B だよ違う、ハンドスピナーじゃねえの。読み方なんだっけな。ダブル L。 違う。なんだろう、ガタイ。ダブル L。 何それ。これこういう感じだね。ナオトポーズじゃない。違うよ。なんか LA よ、 LA よこれなにこれ。え、意味は俺ちょっとわかるよ、はい、あの音程を元に戻す。当たり、はい、これがあのシャープとかフラットとかそういうのついたとしても、うん、これがついたら絶対にその音に戻す。え、じゃあシャープとこれついてたら、うん、こっちだね。じゃあシャープつけないでほしいよね、もう、うん、いやだから紛らわしい。本当に紛らわしい。やばい、古文のレテンぐらい紛らわしい。なんだけど、名前はレテンじゃない。なんだっけな。夏目漱石。なんだそれ。これはあんま聞き慣れてないですか。言葉的には聞き慣れてるけど。出てる、うん、最初の一文字はな。そう、なだよね。な。な。あ。はぁ、なんかわかる。な。内野心。内野心違う。ナムル。ナムル。ナムル。なんで文字何文字何文字。な。五文字です。ナイアガラ。ナイアガラ。ナイジェリア。ナチュラル。ル。ナチュラル。はい、いい風が。すごい。そうだよ。これがそうだ、ナチュラルだよ。皆さん、アウェイクのね、学力がどんなものか。うん、分かったと思います、はい、意外とちょっと音楽分かったもみんな優秀と。まあ最後にね、うん、僕から、まあ、アウェイクを代表してね、はい、みんなに一つだけ言っておこう、はい、僕たちがイーストにふさわしいかどうかあなた次第。都市伝説。自分で食らったね。何かが今来たね。今ね、何が来た。こうやってやった人がバーン。まあとにかくね、ちょっともうすぐね、あのイーストなんでね、はい、楽しみにしてほしいと思います、ね、皆さんにとって最高の一日になりますように、はい、せーの、ジップ。お疲れ。ありがとう。Thank you。